前半は押し込まれる時間が、多くてなかなか、攻撃に結びつけるような守備ができなかったんですけど、まあ、ハーフタイムを利用して少しずつ修正して、相手の勢いを止めて攻撃のチャンスも後半はたくさん作ることができました。ただやはり最後強敵相手に1点決め切るということができずに、0-1で終わって、残念な結果に終わってしまったと思います。